マくんも今までにはない動きが出てきているということなんです。はい、こんにちは、アイレムンチャンネルのジンです。今日はね、ドラフト会議来ましたよ。生中継ね、2020年のドラフト会議がまさに今から始まります。阪神は誰をドラフト1位指名するのかね、近隣の佐藤君なのか早川投手なのか、これからちょっと見たいと思います。その様子お願いしますんで、よろしくお願いします。番組はこの3選手ピックアップしてみました。筒井さんいずれ劣らぬ、じゃあもう競合必至という3人ですね、はい、まず大学生投手、早稲田大学早川素晴らしいですね。素晴らしいです。ちょっと文句のつけようがないという、でも本も、本なんですか、もうこのぐらいの箱に、このぐらいの箱に入れて投げさせても、はい、多分横ブレもしないし、縦のこうブレもないんで、ぶつからないで投げることができるんじゃないかなって思うような、このフォームが、同じフォームからやっぱりね、ストレートと変化球を投げ分けるんで、外バッターは困惑するんじゃないですかね。吉尾さんと小関さんと大絶賛ですか。そうですね、もう高校の時から甲子園でも活躍してて、すごいピッチャーだったんですけど、ただ去年までちょっと3年間あんまり、まあ、伸び悩んでるかなっていう感じがしたんですね。でちょっと今年に入る時はどうかなっていう感じがしたんですけど、本当にこの8月に春のトレーニング戦が行われた時に別人のように、まあ、良くなっていくんですね。で今秋も、もう完璧なピッチ続けてるので、最終学年でやっとったなっていう感じで、じゃあ今それこそ成長曲線、右肩上がり、そう、ね、あの最終学年がもう一番素晴らしかった。大学生結構こういうケース実は珍しいと思うんですけど、最後に一番良くなったなっていう感じで、さあこちらも大学生野手です。近畿大学佐藤輝明選手ですが、水木さん、この人も最後の勝ちに本番は、なんていうんですかね、挫折というかしないで、そのまま上向きの上昇曲線を描いてるっていうところにも早かったと一緒で、なんか最後、もう自分はもうドラフト1位で示されるんだと思って、なんか気が抜けるんですけどね、ダメな選手が多いんですけど、最後のシーズンは、非常にしっかりしてますね。で、まさに西尾さん、今年のリーグ戦で、二岡選手のホームラン記録を抜いたと、ね、関西学生リーグのホームラン記録、しかもあの春のリーグ戦、中止になっているので。本当は8シーズンあるうちの7シーズンしかやってなくて抜いているので、もしやはり普通にやってたらどんどんいってると思うんですね。ただこの今のホームランも完璧な当たりじゃないけど、はい、パワーは魅力なんですけど、はい、ちょっと早川投手に比べると、まあ、ピッチャーのやつは全然違うんですけど、ただ即戦力かって言われると、ちょっとどうかなっていう、そうですか、この秋も試合数以上に3試合になりますし、まあまだ変化球とか緩急に対する対応とか少し、まあ、プロフェットが苦労するんじゃないかなと思うので、まあ、ファンの皆さんにこう入った時にですね、どこに入ったかわからないですけど、即戦力でちょっと 2年後、3年後ぐらいの中軸っていうふうに考えておいた方が、まあ、安心というか、まあ、すぐ対応して1年ぐらい出てくるかもしれないですけど、まあ、そう内地で選択希望選手、オリックス佐藤輝明、内野手、近畿大学。来たなオリックス。佐藤です。ドラ1。佐藤選手が回転の順位です。はい。内地準選択の選手、東京ヤクルト、早川高久。早川ね、早稲田。早稲田だ。内地準選択の選手、岡山の日本ハム。早川。伊藤博美投手、駒沢大学。伊藤博美、第一人選択希望選手、広島東洋、栗林明治投手、豊田自動車。茨城、第一人選択希望選手、東北学園、早川高久さん投手、強豪です。まず2球団目、早川。同じ予選トップの選手、横浜 DeNA 入江大成投手。やっぱり DeNA 明治の入江、やっぱりでしたね。同じ予選トップの選手、最高末、早川高久投手。
西武ライオンズ三球団目。ドイツ人選択希望選手。阪神。阪神。佐藤。佐藤。来た。佐藤来たよ、阪神ファンの佐藤取れよ。ドイツ人選択希望選手、島本って早川高橋投手、早稲田大学、地元千葉早川、四球団目競合。ドイツ人選択希望選手、読売中日、中日か高橋宏斗投手、中京大中京高校、高校生投手、高橋中日です。ドイツ人選択希望選手、福岡ソフトバンク佐藤ピルアキ、ナイスソフトバンク佐藤三球団目。ソフバンもやめて。ドイツ人選択希望選手、読売佐藤ピルアキ、ナイス近畿大学、4球団佐藤、4球団目。伊藤投手は岡山の伊藤投手、栗林投手は広島東洋、比例投手は来ましたよ、佐藤4球団指名ね。中日で選択が確保した頼む。ということで一本釣りが4球団、日本ハム伊藤、広島栗林、 DeNA 入江、中日高橋、そしてそれ以外の8球団は早川と佐藤で4球団ずつ。やっぱり DeNA でしょ、はい、ね、他が行かないところっていう感じがしますよね、はい、それと広島の栗林もそうです ね、 ここはちょっと事前データでやっぱりピッチャー投手陣苦しいので、まあ事情分かりやすいですよね。はい、でも日本ハム伊藤投手なんかはすごくいいですね。で今日これまでのオープニングからの中で映像の名前が出てこなかったこの入江に行った DeNA ですが、87キロ、そしてこの吠えるスタイル、そうですね、実は甲子園の時野手で、でした、そうなんですね、三振学院で、で大学入ってからちょっと野手もやってたので少しなんていうんですかね、こう投手としての完成が遅れたんですけど、さっきも話あったように、こう最終打線とこの秋のリリーフが良くなっていて、多分リリーフの方が早く出てくるんじゃないかなっていう気もするんですね。腹はいい、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 厳しくなってきているので、まあ、こう抑えでとかセットアッパーで使おうかっていう考えかもしれないですね。じゃあそしてこれ抽選部屋にやってきた、来た来た来た、矢野さん頼む、抽選ということになります。ここは今は暗いですねオリックス、阪神、ソフトバンク、巨人、封筒に渡します。はぁ、関西の2球団、そして現在緊張してきた、緊張してきましたよ、やばい選手の表情です。佐藤チームは最近当ててない4チーム、阪神ファンの佐藤、まずはオリックスから、セリーグ、パリーグ、2球団ですね難しいですよね。皆さん、フクラジーです。そのままフクラジーも去年話しましたよね。矢野さん右手、おー、右手パラム確かに、ここ数年引き当てていない4球団です。そうですね、はい、ここのどこかから出るわけですからストップしますよ、どこかが連敗してですね、はいはい、見られへんわ、やばいやばい、見られへん、右手だ左手だいろいろありますがこれ内野手外野手ってなってるんですよ、両方やるんですけど、入る球団によってどっちで行くかも変わると思うんですよね。ジャイアンツなんかだと外野かなっていう感じしますよね。ホークスだったら松田選手の後のサードとか、確かにそういう考えですよね。皆様、ステージマン、緊張してきた、やばい明るいんですかね、ステージマン、頼む佐藤で、もうないかな、はい、だからやばい、いつもとちょっと違いますね、開けてください、やばさー来い、ん来い、ん走り、いや、おーよっしゃー、Thank you.
ところに開封したんじゃないですか。そうですね。うわ、やばい、矢野さん素晴らしい。そうそう、タイガースジュニアなのよ、佐藤はね。いや、そうですか。来ました、阪神が取りました、ドヘッチ。内容ですよね、阪神だったらね。阪神だったらサード大山選手ですもんね。もう外野、ちょうど藤浪晋太郎以来、ね、よっしゃー。左バッターでこちらも打てますんで、浜風にも乗せられます。矢野さん、よくやった。マスク取りました。そうです。グッ、やるぞ、いける、もっと頑張れ。それでは見事にピンク大学の佐藤選手の交渉権をやってもらった阪神タイガース、矢野監督です。おめでとうございます。やりました。いやー、よかったですね。嬉しいです。これは嬉しい。何かけ、どういった思いで聞いた、いろいろありますか。今年はね、このような状況だったんで、いつもはちょっと準備するんですけど、どちらかというと直感、それできました。一回、一直感、一直感。佐藤選手をどうタイガースが評価していますか。いや、本当に、まずはね、長打、それが大きな魅力だと思いますし、その他の身体能力も高いですし、本当にうちのチームにね、ぴったりな選手で、すごく魅力を感じてます。なんといっても地元の選手ですね。そうですね、そこも本当に嬉しいですね。ではいよいよこれから交渉がスタートするわけですが、その第一声を矢野監督からカメラに向かって彼に語りかけてあげてください。はい、佐藤君、うちが交渉権を得ました。佐藤君の、バットで、そして佐藤笑え、そういう、本当にタイガースファンに大きな夢を、そして子供たちにも夢を与えてもらえるようなスケールの大きい選手になってもらえるという期待を、タイガースはしております。早く会いに行きたいです。よろしくお願いします。見事、近畿大学佐藤選手の交渉権を獲得しました阪神タイガース、矢野監督でした。おめでとうございました。ゲーゲー、ねえ、小関さん、いやー、いいねー。表情、言葉、まっすぐに思いを伝えましたが、佐藤選手の表情も本当にずっと引き締まってましたね。交渉権獲得、ちょっとプロ野球、いやー、いいドラフトやね、今年はいいよー。ゲーバンザイ。これで、井上君、大山、佐藤選手のクリーンアップがね、近い将来見えるかもしれません。バンザイ、バンザイ、イエーイ、拍手、拍手、大山選手がやっと一本立ちして、そうなんですよ。よっしゃ、井上選手がルーキーで出ましたね。そうなんです。佐藤選手、ご視聴ありがとうございました。またね、このイレブンチャンネルの登録といいねと、またよかったらね、コメントの方よろしくお願いします。それでは本日はここまで。